どうもこんにちは。帰ってきたビール男 AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。はい、夏休みが終わりました。帰ってまいりました。約9日ぶりかな、動画撮影をしてます。で、今日からね、また毎日動画撮ってね、アップしていこうと思ってますので、応援よろしくお願いします。ちょっと振り返ってみます。私、1週間、地元広島ちょっと戻ってまして、会いたい人にね、会えるだけ会ってきた、そんな生活、夏休みを過ごしてました。で、残りのちょっと2日はね、例のね、大腸ポリープ、切除手術をやってきまして、1泊2日の入院をしてまして、それも終わってね、今帰ってきたというところになってます。で、入院中はですね、24時間点滴しっぱなしで、もう絶食で、ね、38時間ご飯を食べてなかったというところです。で、今がまだね、お昼12時ちょっと前ぐらいですけども、朝の8時に病院のご飯やっと食べさせてもらえて、おかゆだったんですけども、もう噛みしめてね、美味しい美味しいと思いながら食べて、退院してきたという感じです。で、この動画はね、ちょっと僕入院する前から、あと入院中もずっと思ってて、もうね、ビッグマック食べたいとずっと思ってたんで、それをね、ぶっ決めていこうかなと思ってます。で、ビッグマックセット、あったかいやつ食べたいから今から買ってくるんで、食べながら、いろいろちょっと振り返りたい話があるので、その辺していこうかなと思ってます。で、ちょっとね、買ってきます。さあ、行くぞ。はい、買ってきました。じゃあちょっと開けていきましょう。やっべ、チキンナゲット、ポテト、ビッグマック、きた、バーベキューソース、コーラゼロ、おーし、やっべー。そう、一応まだ朝の8時におかゆを食べたとはいえ、結構空っぽに近い状況なんで、ゆっくりよく噛んで食べていこうかなと思います。いただきます。ポテトからいこうかな。うん、うまっ、ビッグマックぶっ決めましょう。たまんねえわ。うまっ。止まんねえ、うまい、おいしい。ちょっ
っとあの振り返っていきますけども、私あの8月の1日からね YouTube 始めたんですよ。で18日間とりあえず連続で毎日動画上げてって、18日間で20本の動画を上げてました。で今日現在ちょっと、久々このパソコンつけてね、見てみるとチャンネル登録者数が77名様まで上がってます。ありがとうございます。で、総再生回数4718回で、総再生の時間数が183時間というふうになってます。ありがとうございます。どれもがですねこう微妙にこう上がっていってるっていうそんな感じですね。で、コメントとかね高評価低評価もまあつくようになってきてて、まあ、低評価ってねあんまり嬉しくないと思うんですけども、まあ僕としてはねこう動画出すけどね再生してもらえないとか低評価が入ってもこれもこれでね、まあ、もっと頑張れっていう意味だなっていうふうに捉えてるんで、全部がエネルギーに変わる感じですねっていうそういうモチベーションでやってるんで、どんどんねまあそういうのも、前向きに捉えてやっていこうかなっていうふうに思ってます。ちょっと続けて食っていきますね。よいしょ。ごちそうさまでした。うまっ。はい、ちょっとビッグマックがね美味しすぎてぶっきめてしまいました。うん、美味しかったです。で一応、広島ではですね、僕もまあ見たことなかったんですけど、こう瀬戸内レモンビールとかね瀬戸内みかんビールとか、まあ、これだけじゃないんですけども、まあ、何本かちょっとね厳選して仕入れてきたのと、あとね僕の友達がねこう広島、広島の名物なんかな煎じがらっていうねおつまみがあります。ホルモンをカリカリにしたやつなんですけども、それの中でも これが、ね、一番美味しかったってやつねちょっとねくれましてもらいまして、これちょっとね今後レビューするようなこともやっていこうかなと思ったりしてます。いろいろねこうまあお土産があるよという感じですね。ちょっと夏休みたっぷり休んだんで、で本当にねいろんな人に会って、まあ、元気もらったり、してきたんで、今日からのまた動画作りに役立てていこうかなと思ってます。で昨日やってきた大腸ポリープ切除のこれはですね、前回動画出したんですけども内視鏡検査、大腸内視鏡検査とほぼ同じ流れ で今回も僕は鎮静剤せずに眠らずに、全部見てやってきました。痛みはなかったです。全然ないですね。でお医者さんも全然あのちっちゃいし大丈夫そうだよ大丈夫だよって言ってくれてるんですけども、まあちゃんとしたね検査結果が出るのはその取ったポリープを調べて、完全なる良性かね一部悪性があるとかまあ見てくれるんですけど、その結果が出るのが9月20っていう風になってるんで、またそこで病院行ってこようかなと思ってます。でこれもし僕がね高齢だった場合、例えば80歳とかだったらそのね良性ポリープ、見た目的に完全なる良性ポリープの場合取らなくてもいいそうなんですよ。そのままでも別にいいと。でまだ若いんでこれほっとくとそのうちがん化するかもしれないっていう話で、まあ、取った方がいいですよってことでね5個全部取ってきました。僕の心境としてはその人間ドックの結果が出て D 評価出て、ね、怖いと思った。で自分で調べると大腸がんかもしれないとますます怖くなったと。でまあいろいろ調べるうちにまあでもこれは絶対行った方がいいなと思ってね、大腸内視鏡検査をしたんですけども、やっぱりねすぐ行動して調べてよかったなと思ってる。で今回も切除手術してきたんだけどもう絶対取ってよかったなというふうに思ってます。
本当ね、怖い怖いがいっぱいあったんですよ。全部が初めての体験なんで、うん、めっちゃ怖かったんだけど、もう全部終わってしまえばこれも全部経験で、もう怖くもなんともない、うん、でもご飯食べれるのは辛かったかな、うん、で飴だけは食べていいよって言われたんで飴は結構買いましたね。これちょっと写真撮ったんで写真ちょっと間に挟んどこうかな。おう！でこう飴を普段舐めると思うんだけど、こうボリボリ噛んでね、この噛む食感がなんか満たされるっていうかたまらなくて、結構飴を噛んでましたね、うん。でまあ、おかげさまでこう体がまあ結構丈夫な方っていうか健康なんで、大病したことがなくて初めての入院で、手術とかも初めてやってきたんだけど、まあ、病院も大きな病院で、看護師さんとかもねすごい親切で丁寧で良かったですね。まあ、もう何泊かしても良かったかなって感じがあります。はい、というわけで、1週間とちょっと9日ぐらいかな、ちょっとお休みしてましたけども、今日からね完全復活してまた毎日動画出していきますんで応援よろしくお願いしますっていうのと、どうしても食べたかったビッグマックセット食べましたという動画だったんですけども、今日もね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画へのコメント、ガンガンいただければ僕全部目通しますし、返信コメントも書いていきますんで、どうぞよろしくお願いします。よかったらね、チャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。